松田一家のドアはいつも開けっぱなし。皆さんこんにちは、みなです。こんにちは、かなです。2体合わせて宇宙から来たアンドロイドコズミックドールです。この番組は松田一家に集まる若手アーティストが週替わりでお送りするラジオです。今週の松田一家のドアはいつも開けっぱなしスタート、はい、まずはじめはコズミックの紹介する亀戸モニュメントです。はい、今回ご紹介するのは亀戸三丁目にある梅屋敷跡の碑です。こちらは川沿いの浅草通りにあります。ですね、まず梅屋敷というのはですね、いつもカナたちもイベントで出演させていただいたりとかしている、ね、あの梅屋敷なんですが、はい、そことはちょっと場所が離れていて、そのまず梅屋敷というのは何なのかというのをご説明しますと、はい、呉服商の伊勢屋彦右衛門という方の別荘のことだったそうです。別荘、はい、でですね、そこは蛾竜梅っていう梅の木が有名 で、うん、で江戸庶民の梅見の名所だったそうです。ほほ、うん、でね、水戸光圀公、水戸黄門ですね、うんうん、とか、徳川吉宗も訪れた、うん、とっても有名なお屋敷だったそうです。ほー、はい、でですね、今皆さんがよく知っている梅屋敷はですね、亀戸の粋な文化を世界へ発信するため、うんうん、ということでこの梅屋敷という名前が付けられたんだそうです。あー、そうだったんですね、はい、うん、この説明碑のところに、書いてあったりとかするので、ぜひ皆さん見に行ってみてください、いいですね、はい、はい、ということで今週コズミックが紹介したのは亀戸梅屋敷跡の碑でした。はい、次はこのコーナー、はい、コズミックルームへようこそ。ようこそ。このコーナーはコズミックのお部屋にゲストさんをお招きしていろいろお話ししちゃおうっていうコーナーです。はい、前回はかぐらちゃんが来てくれました、うんうんうん、さて今日は誰が来てくれるんでしょうか。誰かな、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 あ、うん、なかなかならないね、なかなか来てくれないね、珍しいパターンだ。どうしたんだろう、誰だろう、迷ってる、迷ってる、うん、大丈夫かな、あ、来た来た、なった、なった、なった、あ、なった、あ、あ、どうぞ。失礼します。あ、ごめんなさいね、ちょっと玄関先で寝ちゃってたみたいで、ね、寝ちゃってた寝ちゃってたみたいで、さすがこの方ですね。おはようございます。ということで今日遊びに来てくれたのは綾菜市からもくれんさんです。はい、もくれんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか前回はかぐらが粗相を起こしたようで、どうもすいませんでした。えらい目にあったかな、がね、爆発するって言ってた、やばいやばい今日はすごく落ち着くね。きっと大丈夫。爆発しない。爆発しないで済みそうです。はい、今日は最後のもくれんが登場しました。はい、よろしくお願いします。ということで今日もくれんさんを迎えてお話しするのは、もくれんさんは、はい、和菓子が好きなんですって。そうなんです。でね、和菓子目がないです、ね、うん、はい、これから秋になると芋栗かぼちゃとかね、すごい美味しい和菓子がいっぱい出てくるので、美味しい、ちょっと和菓子の話とかしてみようかなと思います。はい、もう間違いないです ね、 ね、はい、和菓子は何が好きなんですか。一番好きなのはやっぱり、あんこが好きなので、もう羊羹がほんと好きで、羊羹一本丸々食べたいぐらい、すごい、すごい、でも途中で絶対食べられなくなるんですけど、じゃあちなみに、あんこはこしあん派かつぶあん派かどっちですか。いやー、どっちも好きなんだけどね、強いて言うならこしあんかな。あー、いいね、粒ももちろん大好きです。かなは、かなはね、つぶあんです。お、いいね、つぶつぶしててね、美味しい、美味しい。みなは、みなはね、どっちも好きなんだよね、美味しいよね、だから気分によってかな。あ、それはあるね。今の気分はこしあんかな。こしあんで、なるほど、うんうん、あー、でもね、かなね、今あんこどっちが好きかって話したんだけど、かな、うんうん、が好きな和菓子はね、うん、あんこじゃなくてね、うん、すあまなんだ。すあま、
素甘か、うん、あのもちもちしててね、柔らかくてね、うん、美味しいよね、美味しいよね、美味しいけど、みなね、うん、前にその素甘の話をねした時に、はいはい、みなが思ってた素甘って素甘じゃなかったの。どういうこと、うん、出たよって思った。なんかその素甘って、うん、きっと皆さんが想像するのはあのかまぼこみたいなね、そうだね、そう白とピンクのね、そうそうあれなんだけど、みなが素甘って思うのは、うん、あの雫型のピンクと白のやつ。へ初めて聞いたよね、うん、初めて聞いた、うん、そっ か, だからそんな形したスワマあるんだ、うん、あるある。みなはあれがスワマだと思ってたからね、うん、でもなんかえって思って調べたら、みなが思ってたスワマはなんかいろいろ名前あるみたいなんだけど、うん、鶴の子餅っていうやつらしい、うんうん、でなんかそれは鶴の卵の形っていうことで、うん、多分雫だった。なるほどね、うん、なんかお祝いのね席とかねそういう時に出たりとか、うん、まあ、ちょっと高級らしいって書いてあったけど、でもみんなスーパーで売ってるのを食べてたよ。スーパーで売られてるっていう。そうそう、でもスーパーでスワマって書いてあった気がするんだけどね。なんか素材は一緒なんじゃない？ああ、うん、形が違うみたいな。そう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 、カナがよく知ってるスワマはあのかまぼこみたいな感じの、ね、ちょっと表面がギザギザしてる感じの。うん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 、それも食べたことあるけど、うん、あれはスワマだと思ってなかった。なんだと思ってたのあれは。え、なんかお餅？ピンクのお餅？スーパーでなんで書いてあったのそれは。え、それ見てない。見てないんだ。多分スワマってそっちも書いてあったんじゃないかな。そうかな。ちょっとみんなが見落としてたのかもしれないけど。よく半額シール貼ってあるよね。そう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 。半額の時に狙って買うんだ。美味しい美味しい。確かに美味しい。お腹すくね。お腹すくね。こういう話してるとね。よだれ垂れてきちゃった。ね。そうだ。じゃあ。今回はせっかくそのいろんなね別々の地域の推しの、ね、うんうんうん、そうだね、3人が集まったので、はい、あの地域のお土産物とかのお菓子とかも美味しいのいっぱいあるから、うん、いっぱいありますね、うんうん、その話もしましょうか。そうだね、うんうん、何がいいかな、うん、全国のお土産そのお菓子、そうそう、やっぱ和菓子も多いしね、多いね、うんうん、そう、みなはね、うん、長野推しなんだけど、うん、最近食べたやつの話してもいい？うん、どうぞどうぞ。信玄餅プリンを食べたよ。まあ、プリンだから和菓子じゃないかもしんないけど、うん、なんかきなこ味のプリンに黒蜜かけてね、食べたよ。初めて聞いた。そっか、なんかの賞を取ったみたいなの書いてあった気がする。へー、美味しそう。信玄餅って言えば、うん、あのかなも食べたことなくて、うん、写真で見ただけなんだけど、あの水信玄餅っていう、知ってる、知ってます、水信玄餅、なんか水晶みたいな透明なね、丸っこいのがね、うんうんうん、あのなんか写真があって、うん、それね、あの水につけておくと、うん、水に戻っちゃう。戻っちゃうの？そう、水でできてるのかな？なんかもうほぼ水みたいな。ね、でも本当僕もね、写真でしか見たことないんだけども、うんうん、なんかあの、現地でしか食べられないっていうお菓子らしくて。うんうん、そうなんだ、うん。そうなの。すごい、ちょっと大きいんだよね、割とね。そうそう。一体どんな食感なのか、どんな味なのか。気になる。食べたい。それが美味しそう。うんうん、食べてみたい。長野の、うん、じゃあ、推しの、うん、お菓子ということで。あ、まあ、隣のね、山梨県なんだけどね。東京までの通り道。通り道なんだけどね。店はいるんだよね。うんとね、よく、長野県でも。そう、長野県でも信玄餅は売ってるの見た。確かに確かに。うん、あとね、カントリーマームの信玄餅もあったよ。食べてないけど。なんだろう、大きな声でしょ。すごい。ね、ちょっと気になるなって気になる、ね、うん。あ、じゃあ、木蓮さんの推しは。僕はね、福島のね、はい、会津のね、うん、これはママドールですね。ママドール美味しいよね。美味しいですよ。和菓子なのかちょっと微妙なラインなんですけれども。うんうんうん、いや、これはね、本当にね、美味しい。美味しいミルク味と、なんか冬になるとチョコレート味もあるんだけれども、うん、そうなんだ。それもまたね、美味しいんですよ。食べてみたい、うん。なんか変わらない安心感があるね。ね、そう。うんうん、福島に行って会津に行くとね、うん、僕は必ずお土産で買ってくるんだけどね、うん、よくねママドールもらうもん、美味しい、みんな喜んで食べてくれるので嬉しいです、うんうんうん、あ、じゃあカナの推しは静岡なんですが、うんうん、静岡ね、いろいろ安倍川餅とかね、いろいろあるんですけど、はい、あのカナが好きなのはアユっていうお菓子で、あ、知ってる、あ、ほんと、うんうん、どら焼きの皮を半分にしたみたいな、うん、半月型のね、うんうんうん、あのお菓子なんだけど、中にあの牛皮が入ってて、あ、もちもちして ね、美味しいんです。牛皮も入ってるんだ、うん、あれ、そうそう、あの鮎の顔がね書いてあって、ね、そう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 、美味しいんですよ。食べたことないけど、牛皮は間違いない。牛皮間違いない。なんかあれだね、牛皮とかなんかそういう系が好きなのね。あのもちもちしたものがカナは好きです。美味しい、美味しい。食感大事です。ね、大事です。はい、
でもね、なんかいろんな似たお菓子とかもよくありますね。そうだね。うん、他の地域に。ひよこと、ね、あれね、美味しいよね。美味しい美味しい。あれも好き。東京メーカーって言うとちょっと、うんってなるらしいけど。らしいけど、まあ、美味しかったらいいよ。そうそう、美味しかったら、あの、萩の月とかもね。そうそう、美味しい。そうだけど。すごい美味しいよね。美味しかったらいいんだよ。そう。いろんなところでいろんな形の、なんか似た、まあ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 、名前とか微々たるものですよ。なんか全国で愛されてるってことだよね。ね、美味しいものは正義なんです。お腹すく。お腹すきました。じゃあ、お腹すかない話に移りましょうか。そうしましょう。じゃあ、どんな話がいいかな。あ、じゃあ、さっきも、あ、早速寝てる。あ、このことについて話そうと思ってたんですけど、そうそう。眠りのね、話を今から。しようと思うんですよ。すぐ寝ちゃうんですよ、ね、すぐ寝ちゃう。ごめんなさいね。なんかね、ミナがすごくなんだろう、ハイテクな、そう、快眠グッズを見つけたらしいんですけど、ちょっとね、ちょっとね、 NASA から出てる、なんかすごいところから話が来た出たよ、 NASA だよ、ちょっと気になっちゃって、そこから来る、そうそう、あのね、夏は涼しく使えるし、冬はあったかいみたいな、そう、敷きパッドがあるみたいで、でそれの枕パッドもあるみたいなんだけど、それがね、なんかどんな感じかなって思って調べたの。でそしたらミナが見たところではシングルサイズで敷きパッドと枕パッドがセットで9800円だった。安い。ね、NASA なのに。NASA っていう。意外に。なんかもうすごい10万円とか。ね。うん、10万みたいな。NASA やるね。やるね。そうそう。お買い得じゃん。なんかアウトラストっていうらしいよ。その敷きパッドと名前が。そうそう。かな、ちょっと本気で調べようかな。ね。うん。かなね、寝るときにすごい準備をね、すごいしないと寝られなくて。そうなんだ。そう。なんか、眠りにつくのが時間がかかるので。そう、だからね、雨の音がするアプリとか、ホワイトノイズが聞こえるアプリとか入ってるんですよ、カナの携帯には。それ聞きながらじゃないと眠れないってこと？そう、なのね、大変じゃん。無音が気になっちゃうんです。そうなんだ。なんか2人はすぐ寝れる方。すぐ寝ちゃう。寝れれる。ああ、羨ましい。もうさっきね、その電車の中でも寝られるね、みたいなね。電車の中はもう一発だね。ね。ガタンゴトンがいいよね。もう揺れてたらね、もう僕立てでも寝られる。それはすごい。立てると大丈夫かな、どうかな、みんなは。けど、寝ちゃう。すぐ寝ちゃう。かな、電車の中でも熟睡はしたことがないかな。そうなんだ。すぐ目覚めちゃう。そっか。だから、ちょっとこういうね、快眠グッズとかすごく興味がある。いいかもしれない。でもみんな、そう、ショートスリーパーになりたいんだ。なんで？すごい短い睡眠時間でも元気な人。そう、そういう風になりたいの。松田さんそうなんじゃない？ショートスリーパーなんじゃない？うなずいていらっしゃる。うなずいていらっしゃる。いつも数時間しか寝ていないっていう。なんかね、調べたんだけど、ショートスリーパーの人は遺伝子がちょっと変化してるっていう話を聞いたことがありますよ。そう、だからあんまり寝なくても平気な体に変化してるらしいです。松田さんは進化している。進化してる。松田さんの細胞を一つもらうんだ。いいかもしれない。ただもう欲しい。ショートスリーパーになれる。なれる。いいなって思ってるんだ。なんか訓練の仕方とかも書いてありました。ちょっとずつなんか寝る時間短くするってやつでしょ。そうしていけばショートスリーパーになれるんだね。でもね、ある程度の時間を置いて耐えられなくなってきたら、それはもうあなたにはショートスリーパーになる要素がないから、諦めてちゃんと寝た方がいいってなんか書いてあった。そっか、一回試してみる。そうだね、ちょっと一回修行してみる。やりたい。僕ずっと寝てていいな。僕はショートスリーパーにならなくていい。そっか。まあでも、いっぱい寝るのも楽しい。というところで、そろそろ時間が来てしまいました。早い。早い。お知らせの時間を、いきたいと思います。このラジオでは、皆様からの普通おた、感想を募集しています。すべての宛先は、こちら。もう一回いくよ。matsuda-ikka@atosuta.com 松田-itka@atosta.com
コズミックドールのことをもっと詳しく知りたい方は http://www.cosmicdoll.net まで、はい、それではそろそろお別れのお時間ですね。はい、木蓮さん、今日は遊びに来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。またいつでも来てください。はい、はい、じゃあ締めにお願いします。じゃあちょっとね、とっておきの、うん、ちょっと謎かけをねして帰っていきたいなと思います。はい、謎かけ、はい、木蓮とかけまして、うん、トライアスロンのスタートと解きます。ほうほう、その心はスイミングが肝心でしょう。はぁ、スイミングとスイミング、うわー、やったやったね、整ったところで、はい、今回は、ここまでです。はい、コズミックドールのミナとカナでした。木蓮さんでした。ありがとうございました。バイバーイ。